俺の名前はジロー。信州の山奥にある小さな集落で暮らしている。今日はもうその辺でいいぞ。はい。死ぬまで兄のために働くおジロクとして俺はこの世に生を受けた。この村には昔からおジロク、おばさと呼ばれる特殊な家族制度が存在する。一家の長男のみが普通の生活を送り、手前は生涯兄のために無償で働くというものだ。長男以外の兄弟は世間との交流も許されない。こんにちは。今日は天気がいいですね。友人を作ったり出かけたりすることもなく、労働者としてのみ生きるのだ。山間部で耕地面積が少ないこの村では複数の子供を養えず、長男以外に価値はない。人減らしのためにこの人口制限法が始まったと言われている。安土桃山時代から続くこの奇襲だが、将来はあなたが課長になるのよ。都市部から隔離されたこの集落では明治になった今も村人たちに受け継がれている。この家に次男として生まれた俺は戸籍に厄介と記され。母さん、遊びに行ってくる。はいはい。将来の夢や趣味を持つことは許されず、ただ兄に尽くして一生を終える運命だ。もちろん俺も小さい頃は長男と同じように可愛がられて育った。二人ともご飯よ。はーい。でもある程度の年齢に達すると兄とは違う扱いを受けるようになっていた。兄の言うことを聞かないと親にこっぴどく叱られ、僕も遊びに行ってもいい？ダメよ、立場をわきまえなさい。孤子となる長男に従うことが俺の役目なのだと教育された。兄が小学校に通う一方で、俺は家の畑仕事をさせられるようになり、僕も学校に行きたいな。お前は家のために働くのよ。成長するにつれて俺と兄は身分が違うのだと理解した。こうして今に至るが、ただ働きに対する不満は一切ない。下駄が汚れてるじゃないか。すみません。子供の頃からこうだから、兄弟間の格差に疑問を抱くこともない。両親は二人ともそれが当たり前の環境で育っているため、さて風呂に入ろうかな。薪を準備してきます。おじろくである俺を不憫に思うことはもちろんない。年頃になると村のお祭りに参加できる兄がとても羨ましかったが、いってらっしゃい。おじろくの身分の俺は世間から隔離されているため、祭りにも当然出られない。近所の人に声をかけられれば会釈くらいはするものの、あら、こんにちは。基本的に外の人間との会話は許されず、奴隷のように生きている。家の仕事をこなして言われたことをやるだけの暮らしを送っているため、欧米に何か食いたいものはあるか？わかりません。自発的に考えたり何かをしたいと思うことは一切ない。大人になるにつれ、楽しいとか嬉しいという感情はほとんど感じなくなった。いやー、この間見た芝居は傑作だったよ。外に出ることもないため、幸せな思い出なんかは一つもない。こうして俺たちおじろくは考えたり感じたりすることをやめ、ちょっと飲みに行ってくる。はい。生きる喜びも知らないロボットのように人間らしさを失っていく。でもそんな俺にも胸が高鳴るような出来事があった。くつつか者ですが、末永くよろしくお願いいたします。若くて美人な女が兄の嫁として家にやってきたのだ。その夜、寝室で何が行われているのか俺には想像もつかなかったが、ほら、いいだろ。いや、こんな気持ち初めてだ。ただ心臓がバクバクして興奮している自分がいた。おじろくやおばさは結婚はもちろん男女交際も禁じられている。一体どんな感じなんだろう。女という生き物に興味があっても頭の中で想像することしかできない。女と話すことすら許されない俺たちは童貞のままで一生を終える。おゆきが身ごもったぞ。え、おじろくおばさ制度が当たり前のこの時代ではそれがごく普通のことだった。そんな村からは逃げ出せばいいと思う人もいるだろう。おじろくは絶対に村を出てはいけないのよ。はい。でもこれが普通だと信じている俺たちにそんな考えはまず浮かばない。ごく稀に自我が芽生えて逃げ出す者もいたそうだが、なんだあの変わり者は。人とろくに話したこともないため外の世界に馴染めずに出戻りすることが多いそうだ。みんな心のどこかで村を出ても俺たちに居場所などないと理解している。食いぶちが一人増えた。今まで以上に働いてくれよ。おじろく、おばさとして生まれた自分の運命を受け入れているのだ。ただ今でも寝る前になるとふと考えることがある。俺が長男に生まれていたらどんな人生を送ってたんだろう。でもそんな思いを口にすることは絶対に許されない。